礼拝を守ることができるそのことを心から感謝をしたいと思います。礼拝を守れることが当たり前だと思っていたことがそうではないということにぶつかったときに、本当にこう礼拝を守れるその喜びを改めてこう思いました。この礼拝を通してこの1週間も神様に守られて喜びを持って歩む1週間でありたいと心から願います。イエス様の活動の場所はいよいよガリラヤからユダヤへと移りました。まもなくこのエルサレムでの十字架というのがこう近づいてまいります。今日のところはイエス様が子供を手を置いて祝福された、そういうこう箇所であります。よく子供祝福式の時に読まれるこの聖書の箇所でありますけれども、今日はこのイエス様がその手を置かれて祈り祝福された、その意味についてこう考えてみたいと思います。イエス様が、今日の聖書の箇所は子供たちにその手を置いて祈り祝福された、そのところがこう書かれてありますけれども、このことをですねちょっと広い意味でちょっと考えてみたいと思いました。手を置いて祝福するというのは大きく2つあるかなとこう思うんですけれども、私たちはですねこの日本キリスト教団という団体に属しております。そしてこの愛知県は中部教区というところに属しています。毎年5月になりますと教区総会っていうのがこう開かれるわけですけれども、その教区総会の中で新しく聖教師になる方々のですね安修練式というのがこう行われるわけですね。教団の試験を受けて教会に使わされて、いよいよ聖教師としてこう使わされていく、そのための安修練式、聖教師になったという証でありますけれども、教区議長が指揮をしてですね、それがこう進んでいくと最後にですね出席している牧師たちがですね前の方にずっとこう集まって、その手を置くわけですね。その、安修練を受ける牧師の、肩に、そして、つながっていくようなそう 形なんですけれども、そういうことがこうあります。この、安修練式、手を置いて祝福するというのが、一つはこの、牧師として勤めていくという、その一つになるわけですけれども、もう一つが私たちにとってこう身近なのがですね、礼拝の中で行われますこの洗礼式というものです。新しく自分はですねイエス様を信じ、キリスト者としてこう歩んでいく、その決断をした人がその礼拝の中で牧師から、この頭に手を置いて、水とですね聖霊によって祝福する、父と子と聖霊との名において、洗礼が授けられる、そのことによってキリスト者としてこうなっていくという、そういうものなんですね。で、手を置いて祝福するというのが、身近なところでそういうことにこうなります。で、このイエス様が手を置いてこの祝福されるということをこう考えるときに、やはり私たちはこのイエス様が手を置いて祝福されるということが、この私たち一人一人がキリスト者となっていくその洗礼式とこう重ねることができるのではないかとこう改めて思うんですね。神様が私たち一人一人の救いのためにそれをしてくださった、そしてそのことを私たちは信じ、そしてイエス様を信じてその生涯をキリストに従って歩んでいくという、そういう決断の時でありますけれども、
それは、神様の救いの技とは何かというところにこう、まあ、つながっていくと思うんですね。神様は私たちこの宇宙を作り、そしてこの地球を作り、私たち一人一人を作ってくださいました。神様は私たち人間を神様ご自身に似せて、かたどって作ってくださったわけです。神様に似せるというのはどういうことかというと、神様に似るというのは、神様ご自身が意思を持って行動される。それと同じように、神様は私たち一人一人にその意思を与えて、自分でこう考えてこう決めていく、そういうものをこう与えてくださいました。そのことによって神様は、私たち人間との深い交わりを期待して作られたわけです。神様はこの私たち人間を愛し、そして人間は神様の愛に応えていくという、そういう信頼関係を神様は期待して作られました。しかし残念ながら、その私たち人間はその与えられた自由によって神様を愛さない道を選びました。でそのところで、罪が入ってきて、そしてこの死というものが入ってきた。人間は永遠に生きるものから死ぬものへとこう変わっていったと聖書はこう書いています。その神様から離れていった人間に対して、神様はどういうふうにしてその元の意志というか、どのようにしたら人間をその愛するものへとこう導くことができるかというのが、この聖書全体のメッセージにこうなってくるわけですね。で聖書は旧約聖書と新約聖書とこうなっておりますけれども、聖書全体を通してこの私たち人間がこう神様に救われる、その神様の民として生きることを願って、そのような計画をしているわけですね。で今神様に救われるということはどういう意味なのかということをこう考えたときに、その神様から離れた私たち、つまり罪を犯した人間がどのようにして神様の前に、神様のもとに立ち戻ることができるかというのが、聖書全体のこうテーマにこうなってくるんですね。で水曜日に祈祷会がこうありまして、皆さんのところにもメールが届く方は、メールなどでですね、内容をこう送っていますけれども、そのレビ記の中にですね、改めて、書かれている、それはレビ記というのは、この契約というか神様の教えの具体的なことがこう書かれているんですが、それがですね、この人間が神様の教えを守っていかなければならないということよりも、まず、人間自身はもう罪を犯したそういう存在として描かれているんですね。その罪を犯した人間、汚れた人間がどのようにしたらこの清い神様のところにこう立つことができるかということがこう書かれているわけです。その中で本来なら私たちは自分の命を神様に捧げなければならないんですけれども、そうしてしまうと終わってしまいますので、神様はですね、人間ではなくて身近な動物というんでしょうか、家畜、牛や羊やヤギなどを使って、そのヤギにですね、人間の命をこう託すわけですね。でその神様の前で祭壇のところで、その祭司によってその家畜が殺されるわけです。殺されて血が流される、そしてその血がこの祭壇の上でこう流される、そのことがこの私たちのこの罪の救いになるんだと、こういうふうにこう言ってるわけです。だから動物の血が流されることによって、それは私たち人間の血が流された、私たちの罪の許しがそこでなされたんだ、では私たちはこのそのことによって私たちは清められる、このことがこう書かれているわけです。旧約聖書ではこのレビ記ではですね、繰り返し繰り返し動物が捧げられています。人間が罪を犯すたびごとに動物がこう捧げられていく、
まあ、祈祷会などではですね、なんか動物がかわいそうだな、ね、なんでそんなに殺されるの、ちょっとひどくないとこういうふうに言うんですけど、考えてみれば私たちのためにあの動物が捧げられているということをこう考えると、なんと見えない思いになるんですけれども、でその血を流すことがどうして私たちの罪の許しになっていくのかというのがですね、ちょうどあの先週レビ記の17章というところを読んでですね、17章のところにこういう言葉がありました。ちょっと聞いていただきたいと思うんですけれども、レビ記の17章の10節から11節の言葉なんですけれども、イスラエルの家のものであれ、彼らのもとに起立するものであれ、血を食べるものがあるならば、私は血を食べるものに私の顔を向けて、民の中から必ず彼を断つ。生き物の命は血の中にあるからである。私が血をあなた方に与えたのは、祭壇の上であなたたちの命の贖いの儀式をするためである。命はその中の命によって贖いをするのである。この命イコール血なんだというのは、なかなかこう私たちにはちょっとピンとこない部分もあると思うんですが、この旧約聖書のレビ記の中ではですね、つまりこの血というものは命そのものなんだ、血を食べてはならないとこう旧約聖書にはこう書かれています。その理由として、生き物の命の中にその血があるから、その血をの食べるということは命を食べることなんだ、だから食べるのはダメなんだというわけですね。この命イコール命ですから、その動物の血がこう流されるということは動物の命が捧げられている、まあ、そういうことなんですけれども、そのことによってこの私たちの罪の許しというのがこうなされていく、まあ、繰り返し繰り返し旧約では、動物の血がこう流されていきますけれども、そうするとですね、こうやがてこのイエス・キリストの十字架の血ということにこうなっていくわけです。でこう考えてみるとですね、神様の許しということをこう神様の救いの技ということをこう考えるときに、その私たちは神様に対して何かをするということよりも、その神様が私たちに何をしてくださったのか、その神様のしてくださったことをまず私たちがこう知ることが大切なんだなというふうに思うんですね。ちょっと今日の聖書の中からちょっと外れるかもしれませんけれども、出エジプト記の中にですね、足の海の奇跡というのがあるんですね。イスラエル人たちが長い間エジプトに行った時にですね、苦しんでおりました。奴隷でありました。その苦しみから神様はイスラエル人たちをこう解放する、エジプト脱出の物語なんですね。モーセをこう使わして、そのことがなされていくわけですけれども、エジプトを出てこう喜びながら出ていったイスラエル人たちがですね、その最初の危機がこの足の海の奇跡でした。目の前には海が広がり、そして後ろを振り向くと後ろにはエジプト軍がこう迫ってくるわけです。目の前には海、後ろにはエジプト軍。イスラエル人たちはどうしていいのかわからない。このままでは自分たちは滅ぼされてしまう。そういう中で神様がしてくださったのは、そのモーセをこう使ってですね、モーセが持っていた杖を高く上げると、目の前の海が2つに分かれて、川たちが現れて、そこをイスラエル人たちはこう渡ることができた。そして後から入ってきたエジプト軍が入ってきた時には、海は元通りになり、まあ、エジプト軍は滅びてしまった。この神様の救いの技、イスラエル人たちは何をしたわけでもありません。ただただこう神様が大きなこう技を、奇跡を行って、イスラエル人たちをこう助けてください。でもそれは、その神様の技というのは、私たちのこの救いの技と重なることが改めて思うんですね。私たちが罪を犯して
どのようにしたらその罪を贖うことができるか。結局この聖書はですね、私たち自身の力では何もすることはできないってこう書いてある。で、旧約聖書ではこの自分の力ではなくて、まあ、動物の力を借りて、動物がこう死ぬことによって、動物の血が流されることによって、その人の罪の贖い、罪の許しというのが行われていた。そのことをただただこのイスラエル人たちは感謝して受け止めて、この清められていったわけです。そして今私たちは神の子であるこのイエス・キリストの十字架によってこの救いを得ることがこうできるわけですね。そのイエス・キリストのこの十字架ということですけれども、その動物がこの祭壇の上で、まあ、殺されて、まあ、肉が裂かれて血が流されるわけですね。で、それがこのイエス・キリストが十字架にかかった、そのことがこの神の子であるイエス・キリストのご自身が肉が裂かれてこう血が流された、あの動物のこう捧げることと同じなわけですけれども、そのことによって完全な救いの技がこうなされたと聖書はこう書いてあるわけです。そして、あの以前、あのマタイによる福音書のですね、16章の18節から19節にはこういう言葉がこう書いてありました。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上でつなぐことは天上でも解かれる。神様は、イエス様はですね、このペテロに対してあなたの上に教会を建てると言いました。そしてさらにペテロにですね、あなたに天の国の鍵を授けるとこう語りました。天の国の鍵というのは何かというと、それは私たちの罪の許しということです。この教会を通してこの私たち一人一人の罪の許しがこうなされていく。このイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、そのことを教会を通して、このまあここではですね、まあ、瀬戸に住む人たち、この教会を通して瀬戸に住む人たちにこの神様の救いの技をこう伝え、そしてこの教会に集まった者がですね、信じますということで、このまあ救われていく、キリスト者としてなっていく、この教会の救い、教会のこの救いの技を通して、それが天の国にこうつながっていく。この教会というのは、この地上と天の国がこうつながっていく。つまり、何を言いたいかというと、この神様の救いの技、イエス・キリストの十字架のこの死と復活を通して、その私たち一人一人が、神様のこの一方的な恵みによってこう救われる。このイエス・キリストがその手を置いて祈られ祝福された。でもそれはこのペテロに、教会に、そして私たちこの瀬戸エセ教会を通して、その一人一人がこう救われていく。考えてみれば、私たち一人一人にこのイエス・キリストの御手がこう置かれて、そして祈られこう祝福されている。その私たち一人一人にこのイエス・キリストのこの手が置かれて、祈られ祝福されている。そのことを改めて、まあ、今日は子どもたちの祝福ということですけれども、実は私たち一人一人がそのイエス様の手が置かれて祝福されている、そのようなものであるということを改めてこのことを通して受け止めていきたい。神様の一方的な救いの技の中に私たちあることを心から感謝して、喜びを持って
歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、このように礼拝を守ることをできますことを感謝いたします。